吉田勤派遣動画チャンネルの吉田勤です。今日は町田税務署にやってきました。施設から確定申告、本来は2月15日でしたかね。でも事前にこの相談をして書類を作成するという過程を踏まえました。今まではパソコンを使ってたんですが、今回スマホということになりました。実際にスマホやってみますと、この文字が小さかったり、この普通に使う範囲のものは問題ないんですが、このテーブルの上でやるということはなかなか容易ではありませんでした。パソコンをぜひパソコンのでやれるようにしたいなというふうに思っております。まあ、今年は e-tax の申告を一応最終的に自分でやるというような感じのことになりましたから、手伝ってもらうは手伝ってもらったんですが、作成に関しては手伝ってもらってますが、この提出する段階というのは自分でやるというような感じになりましたので、来年からはこのスマホでやるようになるんだというふうに思っております。これから先のあり方というのがだいぶスムーズになるのかなと。一番簡単なのはそのスマホ法用の内容の分をパソコンで作成して送信するというのが一番簡単だというふうに思いますが、暗証番号を使ってやっておりますので、スマホでやってもパソコンでやっても結果的には一緒で、作業量としてはパソコンでやるのが随分楽だというふうに思っております。吉田勤派遣動画チャンネルの吉田勤です。なお一つ追加しておきます。持ち込みに関してこの数字が全部全角表示となっております。普通半角で使いますので、その分が全角半角が非常に見にくいところもあります。 iPhone の扱いなんかも難しいんで、それを半角でやれるようにする、あるいは自動的にこの打ち込んでも全半角が全角に変わるなり、そういうようなやり方に切り替えてもらいたいと思っておる次第です。吉田勤でした。終わります。